こんにちは、リンパケアサークルゆるふわの和清です。今日は胸腔ケアの、キラパタ体操をご紹介していきたいと思います。キラパタ体操というのは、こちらですね、胸腔を整えるケアになりますので、効果としては、胸腔機能の心肺機能ですね、心臓と肺の機能で、あと健康の効果としては呼吸と、首こり、肩こり、あと、バランスですね、体のバランスが良くなります。あと美容の効果としては巻き肩、あと姿勢ですね、あの良い姿勢、あとバストアップという、効果があります。こちらですね、今からやるキラパタ体操なんですけども、先ほどちょっとバランスという話をしたんですけれども、子供さんがスポーツの前にする、要はパフォーマンスアップのためにするっていうのは結構有効な方法。これは大人も共通なんですけど、特に子供さんにより効果的になりますので、その運動前の、ストレッチとかでなくて、キラパタで軽くパフォーマー、準備運動をしてからしていただくっていうの方法もおすすめですので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速、ケア方法をしていくんですけども、キラパタ体操というのはこういうふうに手をキラキラキラとパタパタパタ、キラキラキラとストンストンストンという3つの方法をやるケア方法になるんですけど、まずキラキラキラの時にこう手首を、手のひらをするようなんですけど、手全体でするというよりはここですね、母子球を外側に返す、でなるべくなら母子球から耳までを外に返すっていうイメージでキラキラキラとしていただくといいと思います。あとパタパタパタの方なんですけど、パタパタの時はそのパタパタという音と通りなんですけど、動作がこうなのでちょっとイメージしにくいと思うんですけど、羽が生えてて羽をパタパタさせるイメージでパタパタなので、鎖骨とか肩甲骨全体を使いながら腕全体でパタパタ羽ばたくようなイメージでパタ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 ってしていただくと、腕全体をうまく動かせれるようになると思いますので、それをちょっとポイントとしながらやるようにしてみてください。はい、今からやり方の説明をしていきます。まずキラパタ体操なんですけど、このように自分の体の前で手のひらを開いていただいて、楽な位置にバラーンと、脱力していただいて、まずこの状態からキラキラです、先ほど言った母子球を意識しながら外側にキラ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 ですね、この後にパタパタ、先ほどやったみたいに羽ばたくイメージでパタ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 で、またキラ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 で、ストーンストーンは肩をこうすぼめて落とす、ストーン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 ですね、これをキラ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 パタ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 、キラ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 ストーン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 というふうに、大体真横でしていただきます。で次はこの手を前、自分の体の前ぐらいのところに持ってきていただいて、あとはやり方は同じなんですけど、母子球を意識してキラ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 で、羽ばたくイメージでパタパタ、今度手を近づけるイメージですね、パタ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 で、キラ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 して肩を上げてストーン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 ですね。で後ろも同様です、後ろも同様にしてこのように後ろに、その時に肩甲骨を後ろにこう、わかりますか、寄せながらするわけじゃなくて、その今のこの肩甲骨の幅のまま、そのまま後ろに行くイメージですね。でその後ろの状態でキラ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 でパタ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 ですね。このパタパタするときに前と同じように手と手を近づけるんですけど、つかなくても OK です。近づけるように、先ほど言った羽ばたくイメージでパタ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 ね、キラ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 ストーン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 ですね、キラ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 パタ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 、キラ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 ストーン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 で、後ろが終わったらまた一番最初のその自然な位置、真横に戻していただいて、またキラ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 パタ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 、キラ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 ストーン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 で、最後この状態になった時に肘を動かさずに手首だけ、要は手のひらだけをスッと、今であれば肘の曲がってるのが前に来てると思うんですけど、肘の曲がってるのが前を向きながら手のひらだけ元に戻して、自然な形に戻っていただくという方法になります。はい、こちらの動画が面白いと思ったらチャンネル登録のよろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。